フォールアウトボーイは2001年に結成されたアメリカ合衆国入りのイシューシカゴの郊外ウィルメット出身4人組ロックバンド当初はバンド名が決まっていなかったが2回目のライブの終わりにファンにバンド名を尋ねたところ誰かがフォールアウトボーイと叫んだため現在に至るそれはアメリカのアニメザ・シンプソンズの登場人物の子供たちが 夢中の漫画、ホールアウトボーイに由来する。ザ・シンプソンズの作者マットグレーニングに訴えられると恐れていたそうであるが、名付け親もファンの一人だった。2000年代にデビューした絵もポップパンクバンドの中では断突の人気を誇る。2006年1月7日にニューメキシコ州アルバカーキのサンシャインシアターで行われたコンサートで会場内が大混乱となる騒動が発生。 事件が起きたのは彼らが最後の曲サタデーをプレイしている最中ファンをステージに上げようとしたバンド側のクルーとそれを不満に思った会場側のセキュリティの間に殴り合いの喧嘩が勃発それに触発される形で数人の観客が暴れコンサートはその場で中止となってしまったバンドのマネージメント関係者がベーム TV に語ったところによるとバンドのクルーは 会場側のセキュリティがステージに上がろうとするファンを手荒に扱ったことに対してクレームを入れたそうで、それがきっかけで口論に発展し、最後には殴り合いになってしまった。2009年に無期限の活動休止を発表。解散の噂も流れたが、2011年のインタビューで、パトリックは解散ではなく、あくまでも活動休止の状態であるとし、解散説を否定。 無期限活動休止発表後、MTV にて、ピート・ウェンツが、8年間、ノンストップでやってきたんだ。バンドは、破裂寸前だったと発言した。2013年、約4年ぶりにアルバム、セーブ、ロックンロールと共に活動再開を発表した。パトリック・スタンプ・ジョー・トローマン、ピート・ウェンツ・アンディ・ハーレー参加アルバムや日本、限定発売版を除く。ありがとうございます。